ーイフレッシュな。え、ありました、おいくつぐらいの時ですかこれは。17歳とかですかね。今より眉毛が細いです。そうです、ね、学生って感じですね。まあ11年ほど前ですか。です、はい。まあ、この時は本当にデビュー当時、うん、上京したてぐらいなので、はい、周りに誰も知り合いないし、急に大人たちに囲まれて、なんかとんでもない世界に入ってきちゃったっていう思いだったんですけど、まあ、でもその自分でやりたいなって思ったお仕事に飛び込んで、東京に上京してきたので、なんかそういう強い思いのある当時だったのかなとは思います。本当にこう若いながらもその意思っていうのが、そうですね。でもなんか自分のことを話すのがすごい苦手だったので、なんかすごい不思議なんですよね。自分自身そんなに目立ちたがりなわけじゃないんだけど、なんでこのお仕事してるんだろうって思う時は今でもあります。今でもあるんですか。不思議だなって思います。そうなんですね、はい。内容はとても重たく思うかもしれないんですけども、あの喫茶の手によってエンターテインメント性のある作品になったなと思います。見終わった後は必ず一筋の光、希望を感じる作品になっていると思いますので、ぜひたくさんの方に、届いてほしいなと思いますし、そうですね、その岸さんもおっしゃられたその生き方みたいなものを改めて考えさせられますし、どうか優しい世界があってほしいなと、思いました。この作品を見て参加して、なので、今このような状況下ではあるんですけど、一人でも多くの方にその優しさの心が、大きくなっていただけたら嬉しいなと思います。Amazon プライムでも配信されますので、ドラマの方はちょっとそこを押していきたいと思います。はい、ぜひ放送で見ていただけいただいて、映画の方に、はい、進んでいってほしいなと思います。今日はありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。